さてこちらは代々木公園にやってきました。立派な松ですね。いや本当にトレーニングしていらっしゃる方がものすごくたくさんいますね。でこの先にイチョウ並木があるそうなのでちょっとそちらを見に行きたいなと思います。とその前にこちらです。トイレ、立派なトイレやな。コテージみたい、素敵。さらにバードサンクチュアリというスポットがあるそうなんですけど、こちらはバードウォッチングを楽しんでくださいねという場所らしいです。今のところはいないですね。普段いるんでしょうね。着きました。ここがイチョウ並木。あーいい感じ。おー、黄色いイチョウから差し込む日差しがまた綺麗ですね。癒し。鳥のさえずりも心地いいです。うわー、これは気持ちがいいわ。お散歩したくなりますよね。ふう、あの代々木公園さんってこのイチョウ並木の中にもそうなんですけど、ベンチがいくつか設置してあったり、 あとは、まあ、トイレもたくさんありますし、ゴミ箱も設置してあったりして、すごい優しいんですよね。だからとても綺麗な公園だなっていう印象があります。ということで代々木公園からお届けしました。ついでに近くにあった透明トイレさんも行ったんですけれども、故障中ということで体験できませんでした。大変珍しいトイレなんですけどね。もうブーム終わっちゃったのかな。結構話題になったトイレでね、うん、さあ次はどこへ向かうのでしょうか。